選手が最終節に向けてピッチに入ってきます。千葉は9年ぶりの J1 復帰へ向けて、まずは最終節逆転でのプレーオフ進出を狙います。横浜 FC の方は前節土壇場で追いつかれて J1 復帰の可能性はなくなっています。拾った横浜 FC、 やはり今日も右サイドバックに石井が入っています。ノーファウルですね。ありません。中に入ってきたクロスボール、いきなり失点しましたジェフ。痛んでる選手いますね、はい、オウンゴールでいきなりの失点。キム・ボムヨンとジョン・チュン軍、足がちょっと当たった形になったんですかね、はい、奪ったジョン・チュン君からのクロス、うん、まあ、野村も飛び込んでいましたけれども、最後は溝口に当たって当たっゴール、接触はないように見えましたけどね、はい、右サイド町田、中は1枚か、おお狙っていく、追いつきました、素晴らしい町田のゴール。いや、これ今狙い通りだったのか違うのかちょっと本人に聞いてみたいところですけども、ボールの弾道を見るとおそらく直接狙ったんじゃないかと思いますけどね、はい、これ前に出てラリベ、そしてラリベから右サイドの町田、あーこれ狙ってますね、はい、素晴らしいな、ブラボー。目線はクロスでしたけどもね、ここはっきりしないですね。クロスボールはニアサイド、クリアしきれない、船山が飛ぶ、こぼれてラリベー、わずかに左、ラリベーもここまでチームトップ19ゴール、あと1点取れば20ゴール。ショートコーナーで来る、うまい、うまく入れ替わった、仕掛けるシュート、うん、ブロックされた、清武左足で上げていく、ヘディングーバーの上、キム・ボムヨン、まあ、今のプレーもね、まあ、結果的にいいボールだとは思うんですけども、はい、やはりこう頭で合わせるには速いボールなんですよね、そして新井に代わって三浦和義、来年の2月には51歳になります。コーナーキック清武、ニアサイドファウルに流れた、フリーだー、うわー、キーパーに抑えられました。おっとこれ人数かけたいですね、町田外に清武、高ラリベーとイブスキ、高さはある、後ろに戻す、町田のシュート、ディフェンスに当たる、オフサイドはない、後ろに戻して町田、うわ枠に飛ばすことができませんでした。清武はこの後落ち着いてましたけどね、そうですね、横浜 FC ボールに変わりました。ドミンゲス、野村ワンツー抜ける、クロスボール、三浦が飛び込んでいました。いやでも本当に左サイドがね、はい、かなり活性化してますよね。キーパーの佐藤優也、ゴール前に上がってきた、少し執念を見せる千葉、ヘディング、千葉勝ち越し、とうとうこじ開けました、アディショナルタイムに勝ち越し、福田電子アリーナ喜びの感情が爆発しました。
すがここで決めるのはね、横浜 FC のセットプレー、キーパーのパンチング、試合が終わった。千葉終盤戦7連勝フィニッシュ。そして会場は他会場の結果を待っている。他会場の結果が今千葉のベンチに知らされました。終盤7連勝ジェフユナイテッド千葉、逆転での J1 昇格プレーオフ進出が決まりました。